私は吉田留美子と言います。金山窯の、今の、当主四代目吉田幸男の妻になります。金山窯は、九谷焼の中にあるんですけれども、金をたくさん使うっていうのが特徴があるんじゃないかなと私は思っています。最初商品のギャラリーっていうのが工房の方の2階にしかなくて、それもあまりライティングも良くないし、暗い空間だったんですけども、それもそれで良かったんですが、金っていうのを私たちずっと見ていると、もっともっといろんな、なんつうか表情を持っているっていうのをもっとお客様に伝えたくて、じゃあ自然の光で、それも一日の光が映っていく光の中でどんな表情が見えるかっていうのを、その表情の美しさを皆さんに見てほしいなと思って、このギャラリーをデザイナーの方に頼みました。初代の作品っていうのがこういうとても緻密に描かれていて、歴史上っていうか、お話の中の人を描いてあったりとか、鳳凰が描かれていたりとか、そういう図柄のもので、本当にとってもたくさんの時間をかけてコツコツと描いていくって仕事です。で、この町っていうのが、金沢に近いので、意外と金を使う仕事が多くて、それで色を塗って金で細かく描いていくって仕事が代々やってきた仕事です。3代目の私の主人の父親になるんですけども、彼がしている仕事っていうのは、ここにある金箔で、花の絵とかサラサモンとか描かれているものです。その有利金彩っていう技法なんですけれども、それも新しい技法で、それもなんかバッグに金箔が貼られていて、それに絵を描くっていうのはあったんだけど、お父さんはやっぱハサミで切って、模様を切って、それで花を表現していたりとか、金箔の厚みを変えることで奥行きを出すっていう技法を完成させていったんですね。で、新しい金山窯のものっていうのは、その中からいろんな技術だったり、絵柄だったりを抽出してきて、それで今の時代に合ったようなものを作ってるんですけれども、例えばあそこに積み上がっている鯉の絵を描いてあるものがあるんですけど、あれは全部スタッキングできてバラバラになって、また組み合わせることでオブジェのようになるっていうもので、絵柄はやっぱり昔のものから取ってきて、少しデフォルメしたりとか、色を変えてみたりとか、新しい色を作って入れてみたりとか、そういうふうにして作られています。私はここに嫁いできているので、代々金山窯が積み重ねてきたものというのはあまり知らずにお嫁に来ているので、自分の九谷焼、自分が思っている九谷焼っていうものを作っています。それで粘土からこね上げて自由な形のものを作っているんですけれども、そこに褐色っていう色をつけたり金をしたりするのは、金山窯で習ったことを、習った技術でつけています。これもこういう貝みたいな形なんですけれども、それでここをキュッと開いてできたんですね。こういうなんか自然の
なんていうのかな、動きをとどめた形っていうのが私がすごく好きな形。色もみんな、じゃあブルーは何で出すかっていうとコバルトで出したり、うん、緑だったら、なんだ、銅で出したり鉄だったりっていう、そういう金属っていうもの、鉱物も関わっているので、うん、そういうものもこう掘り下げて考えていて、でろくろっていうのは重力がこうないとできないので、そういうところも感じると本当に地球の上にいて自分が作ってるって感じがするんです。ずっと伝わってきている絵をこう少しアレンジしながらやってる人たちはいるし、こう黒い線で枠を描いといて、そこに色をこう入れてきながら綺麗にこう描いていくっていう人たちはいっぱいいるけれども、うんうん、それはその時代はもうなんか私たちはもう飽きちゃってるっていうか、うんうん、じゃあ次は何だろうって常にそういうことをみんな考えてます。anjapan.jp を見てください。